こんにちは、伊藤和恵です。今日はうちの玄関の、天然石の様子をちょっとご紹介します。これはなんか私は出かけるときは必ず、天然石のこのブレスレットを何本かつけていくんですけど、こちらはオブシディアンという石、ペリドットかな、これ、シトリンとかクリスタル、いろいろあります。主に妹がね作ってくれてたりするんですけど、自分でも作ります。これはちょっと編んだりして凝ったものですね。ゴムテグスっていうのをここに通して作るんですけど、すごいたくさんあります。ここにもありますね。これは魔除けで、特になんかちょっとホラーとかそういう対談とかするときに魔除けブレスを必ずつけていきます。こちらにもねたくさんありますね。これはちょっと編み込んだもの、これも自分で作りました。なんかいろいろ石の配列とか考えてると楽しいんですよね。そしてじゃーん、こちらはシーマの鍵です。これのキーホルダーも作りました。はい、これは、ブルーの石が主に使われてるんですけど、ターコイズですね。旅行安全、旅のお守りです。そしてこれは家の鍵なんですけれども、これも作りました、自分で。ちょっとうちの妹も娘もロクシタン大好きでいっぱいあります。ちょっとね、フレグランス、こんな感じで帰ってきたらここの水晶のところで石を休ませたり、あとなんか清めるあの木があるんですけど、それでその煙でいぶしたりして清めています。いろいろ作りましたね。これはあの妹がやってたお店に飾ってあった七福神の一人そしてこちらゾーンは娘用のやつなんですけど、これはちょっと魔除けが多いですね。すごいたくさんあります。はい、こちらもそうですね。これもそうです。なんか休ませるこの石があって、これで、家に帰ってきたらここに置いて、で浄化させてます。こちらはハワイに旅行した時にハワイで作ったブレスですね。3人で行ったんですけど、妹と娘とハワイで作りました。こんなところにもありました。これはラップブレスと言って、ちょっとこれ複雑な編み方なんですけど、一時チャンルーさんがね作って結構人気になったので、自分でも似たようなものを作ってみました。これもあります。これはローズクォーツのラップブレス。はい、留め金とか留めるところにこのボタンを使ってこう引っ掛けて留める感じですね。ローズクォーツはね恋愛の石ですね。人間関係とか、とこれもカーネリアンかな、これなんだっけ、はい、これもボタン、これは洋服のボタンを使ってラップブレス。ちょっと留めるのがねちょっとだけ面倒なんですけど、これもあります。はい、こんな感じですね。うちの玄関はもうすごいです。ぐちゃぐちゃです。あ、これは娘が確か小学生かなの時に作った、なんか結構ずっしり重いんですけど、ハートの置物ですね。記念に撮ってあります。ちょっと、はい、可愛いですよね。こんな感じですかね。ローディも揃ってます。あ、ここにもローズクォーツありますね。
窓が汚かった。ローズクォーツ、これはちょっと売り物だったかな。最初からこの形で、こういう形はちょっと珍しいんですけど、成形してあって、ゴムテグスが入ってて、こう伸びる感じですね。かわいいです。これもローズクォーツ。はい、すごいたくさんあります。一個一個説明したいんですけど、すっごい長い動画になってしまいそう。こんな、色もありますね。まあその時の気分だとか、出かける先の感じとか、洋服の色とかにも合わせたりして、使っています。はい、そんなところかな。あとはどうですかね。あ、こういうね、ハートの、なんかこれは置くだけの石なんですけど、可愛いですよね。ハート型のローズクォーツ、これはもう本当に置物、置いてるだけで、ちょっと恋愛運とか、人間関係とかアップする感じのですね。はい、そしてこちらにはオーナメントって言って、これは、妹が作ってくれたんですけど、こういうものが、結構各部屋に吊るしてあります。これは家のなんかお守りの石ですね。オーナメントって言います。はい、そして七福神がここに並んでいます。玄関に、これすごいんですよ。なんかぴったりこの幅にこうはまって7人ここに、まるで最初から置くことに決まっていたような寸法になってて、これは今年の、あれですね、お餅、正月の、お餅の上に乗っかっていた、辰年なので辰シーマにも乗ってますそう、お餅も毎年各部屋とか玄関とかおトイレとかに、結構各部屋に、お餅を飾るので、すごい餅だらけになっちゃうんですけどすごい何ヶ月かかけて冷蔵庫に入れて食べてます。あ、これはですね、なんだっけ、カッサだっけ。ここで、これもローズクォーツの石なんですけど、これは首だったりとか、腕だったりとか、凝ってるところをこう、揉んで摩擦して、凝りをほぐす。こっちは、これもローズクォーツですね。これもなんか旅に持ってったりするんですけど、これ、ツボで押したりとかしてますね。はい。なんか、石には本当にお世話になっていて、毎日欠かさず身につけています。これも編んだやつですね。編んだ石。はい。まあちょっとごちゃごちゃですけど、うちの玄関の様子、初めてご紹介してみました。いつもありがとう。守ってくれて。それではまた。